キーこれがあります。これが1600トンで成形してまして、まあ、病院とか、まあ、そういうとかな、ショッピングモールとか天井見てもらったらこういうのが埋め込まれてるます。これがあの業務用のエアコン、家庭用のエアコンの部品なんかをさせてもらってて、こういったパソコンの画面のフレームの薄肉ということで 0.8 ミリの平均肉厚のものになってます。あの成形で言いますとなかなか樹脂が流れにくいと苦労するようなもので、こちらでまああの成形した後に塗装と、あとまあシール剤を貼ったりとかっていう二次加工までさせてもらってます。一応まああの設備的にも新しいものをやっぱり入れていってるというのがありまして、こういった曲線のものであるとかっていうのも一度で作れるようなご自負加工機というのを昨年の10月に設備として入れております。あとまああの住宅設備の部品ですね、こういったモルタルの壁の中に埋め込んで地震等々起きた時に、まあ、壁が崩壊して倒れないというようなこういった建築部分もさせてもらってて、機械でまあほぼ半分ぐらいまで埋めるような形で精進化を図っている